皆様、こんにちは。ただいまより、イオン2021年度イオンスカラシップ認定証授与式を開会いたします。私は本日、司会を務めさせていただきます。イオンモール株式会社、李仙と申します。2013年3月まで、イオンスカラシップ奨学生として、北海道大学で学んでおりました。ご縁あってイオングループに入社し、今年入社9年目でございます。本日は緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。イオンスカラシップはイオングループ主要企業が税引き利益の 1% を拠出し、公益イオン 1% クラブに寄付した資金により運営されております。寄付企業一覧を私の後ろの冒頭に記載しておりますので、どうぞご覧ください。なお、コロナウイルス感染症拡大に鑑み、皆様には通話でご参加いただく形での開催とさせていただきました。それでは本日ご臨席の方々をご紹介いたします。お時間の都合上、ご出席者の一覧を投影させていただき、ご紹介に変えさせていただきます。まずはじめに大学代表者をご紹介申し上げます。イオンスカラシップで提携している14大学よりご覧の方々にご参加を賜りました。では大学の代表者の皆様、どうぞパソコンのカメラに向かって手を振っていただけますか。ありがとうございました。次にイオン 1% クラブを支えている寄付企業の代表者でございます。では寄付企業の皆様、カメラに向かって手を振っていただけますか。ありがとうございます。続きましてイオン株式会社役員顧問をご紹介いたします。ではイオン株式会社の役員顧問の皆様、カメラに向かって手を振っていただけますか。ありがとうございます。最後にイオン 1% クラブの理事、幹事、評議員をご紹介いたします。では理事、幹事、評議員の皆様、どうぞカメラに向かって手を振っていただけますか。ありがとうございます。では本日の主役となりますイオンスカラシップ奨学生の皆様、新規生、継続生ともに大きく手を振ってください。ありがとうございました。以上、本日ご参加の皆様のご紹介でございました。続きまして、主催者を代表し、公益財団法人イオン 1% クラブ理事長森義樹よりご挨拶を申し上げます。森理事長、お願いいたします。イオン 1% クラブ理事長の森でございます。今年度より、前理事長の横尾さんからこの 1% クラブの理事長を引き継ぐことになりました。よろしくお願いをいたします。まず新たにイオンスカラシップの奨学生になられた37名の皆さん、本当におめでとうございます。今日はお会いできることを楽しみにしておりました。あいにく新型コロナウイルスということで感染拡大が続いておりますものですから、昨年と同様にオンラインでの開催ということになりまして、大変残念ですけれども、皆さんにとりまして心に残る授与式になればというふうに願っております。次に
大学代表の皆様ですが、本日はご対応中のところご参加をいただきまして本当にありがとうございます。またこの授与式に先立ちまして、多くの大学におきましてはイオンスカラシップ認定証を当財団に代わりまして先に皆様にお渡しいただきまして、また、意識づけをいただきましたことに深く感謝を申し上げます。それから各国大使館におかれましてはすでにビデオメッセージという形で留学生に、激励のお言葉をビデオメッセージという形でお寄せをいただきました。この場をお借りしまして、御礼を申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。それと本日は先ほど紹介ございましたように昨年認定を受けた22人の皆さんにもご参加をいただいておりますので合わせてご紹介をさせていただきます。このイオンスカラシップでございますけれども、日本で学ぶアジア各国の私費留学生の方々が自らの夢を実現して日本と母国とをつなぐ架け橋になることを支援したいというイオンの強い思いから当財団が2006年に開始した給付型の奨学金制度でございます。これまで今回認定を受けた皆さんを含めまして11の国と地域の留学生の方々に約590人に奨学金を給付をいたしました。加えまして2008年度からは留学生の方々の母国でも奨学生の認定を開始いたしまして現在6カ国の大学で奨学金をお渡しをしております。本日ご参加の学生さんたちはぜひとも学業に励んでしっかり勉強していただくことはもちろんでございますけれども、さまざまな日本の社会活動とか文化に対する理解を深めていただきまして、しっかりと勉強をお願いしたいなというふうに思っております。それから当財団は大学や国籍を超えた交流の場をいくつか設けておりますので、ぜひとも積極的にご活用いただくようにお願いもしておきます。価値観の多様性に触れることができまたグローバルな視野で物事を見る習慣がつくものだというふうに思っております。しかしながら今回のこの新型コロナウイルスはいろいろワクチン接種等々が進んでいるにもかかわらずまだ当面は収束しそうにありません。我々の生活は一変しましてみんなが不自由な思いと不安から解放されない状況が続いております。皆さんの方もぜひですね十分注意をしていただきますようにお願いをしておきます。しかしながらこのコロナウイルスで世の中のデジタル化っていうのは一気に加速をいたしまして新たなサービスとかビジネスがたくさん生まれてきております。私は時代を皆さんにはですね、こういうような時代だからこそ現状を前向きに捉えていただいて今できることあるいは新しいことに積極的にチャレンジをしていただきたいというふうに思っております。最後になりますけれどもイオンスカラシップ小学生の皆さんがこのかけがえのない学生生活を精いっぱい学んでいただきまして楽しんでいただいて実りのあるものとされることを願っております。ぜひそれぞれの夢に向かって大きく前進して頑張っていただきたいというふうに思います。これでご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。森理事長ありがとうございました。続いて認定証の授与に移ります。今回新たに認定されました37名の学生の皆さんに認定証を事前にお送りしております。本日はこちらの会場で認定証を読み上げ授与に変えさせていただきます。認定証の授与はイオン 1% クラブの寄付企業を代表いたしましてイオン株式会社代表執行役社長吉田昭雄より行います。吉田社長お願いいたします。皆さんこんにちは、イオンの吉田でございます。
それでは早速イオンスカラシップ認定証の授与をさせていただきたいと思います。イオンスカラシップ認定証新規生37名の皆様をイオンスカラシップ2021年度奨学生として認定いたします。2021年7月17日公益財団法人イオン 1% クラブ、おめでとうございます。改めまして4グループを代表して、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。先ほど森理事長からもお話ございましたけども、コロナの影響が続く中、我々の生活は大きく変わり、大きな困難にも直面をしています。一方で加速度的に変化していくこの世の中、この世の中の変化をチャンスと捉えて、迅速に対応してきた企業はビジネスの世界においても飛躍的な成長を遂げています。イオングループにおいても感染予防の徹底に加え、デジタルトランスフォーメーションの加速やニューノーマルに対応した商品サービスの展開など、さまざまな新たな取り組みを今進めています。我々イオンはこの感染症と対峙したこの経験を通じて、ポストコロナ、その時代に備え、これまで以上に強く進化した企業になっていくことが必要だと思っています。皆様は国を越えて留学という新たな挑戦をされてみます。環境が変わることに不安を感じる方もいらっしゃるかとも思います。しかしこの環境が変わるということは、皆さんにとっての成長機会、チャンスが生まれる、そういった見方もできます。ぜひこういった視点を持って、コロナ禍でありますが、留学の経験が将来の自分の糧になるものと捉えていただき、より充実した学びの多い充実した留学生活を送っていただきたいなと思います。皆さん一人一人の夢に向かって歩みを止めることなく頑張っていただきたいと思います。私からの挨拶とさせていただきます。吉田社長、ありがとうございました。それでは認定を受けました37名の学生による私の夢についてのスピーチをご覧いただきます。皆さんこんにちは、ライジェと申します。私の夢は日本語教師になることです。大学4年生の時、私はアルバイトとして短い間で日本語教師を務めたことがあります。学生の中には大学生や社会人もいました。みんなも日本語や日本文化に対して強い興味を持っています。日本語を教えることは楽しいだけではなく、それによって日本語への理解も深めました。それで私はこれからよりよく日本語を勉強して、将来立派な日本語教師になろうと思います。以上でご清聴ありがとうございます。はじめまして、私ガンプラナルケと申します。小さい頃からいろんな夢を見てきました。建築家になりたい、父のように経済者になりたい、ロボット科学者になりたいなど。しかし当時の家族の経済の状況から諦めなければなりません。私が持てる全ての夢と状況に妥協します。それでも私が決して諦めたことないことが一つだけあります。それが新しいことを学びたいという私の情熱です。私は常に学術的および非学術的の両方で全ての新しいことを学ぶことが大好きです。日本に住んでいたら分からないことがたくさんあり、世界は目に見える以上のものであるということに気づきました。私の夢は世界の多くのことを体験し、文化の境界内で人々がどのように相互作用するか学ぶことです。以上でありがとうございます。超越心と申します。私の夢はそれほど偉く大きなものではありません。それがただ皆さんを笑顔にしたいです。勉強に励み、無事に卒業して、老人に誇りに思ってもらえるように、そして毎日しっかりと生きて、友達を大切にして、レベルの方を敬い、困っている人を放っておけなく、できるだけ彼らを助けるように頑張ります。
今全世界の各地で私たちがコロナ禍に慣れています。コロナに勝つより自分に負けるな、こういうような信念を持っている私が苦しんでいる人の小さな光になれると信じています。マレーシア出身のナディアです。私の夢は生物学研究者になりたいため、先端的整っている技術と優秀な研究環境である日本に留学しました。一人前の研究者になるために日本の大学で必要不可欠な研究スキルを身につけ、日本の企業に就職したいと考えております。日本とマレーシアの架け橋として存在したいし、日本に生活しながらマレーシアに貢献できることをしたいと思っております。例えば現在の研究では東南アジアに限定されている天然ゴムを生産するパラゴムの木がより多く生産できるように生化学観点から研究をしており、資源豊かな国々をすることを期待しています。以上です。私は中国人の留学生をキキエと申します。私の夢はオリジナルの化粧品や皮膚に関する薬品を研究開発することです。高校の時から科学と生物に特別な関心を持ち、生態における反応について興味があります。そして化粧品は女性にとって生活必需品です。多くの女性はスキンケアをメイクを通じて外見の美しさを追求すると同時に喜びと満足を感じ、自己肯定感も増加してきます。私は自分が学習した過去の専門知識を実際に応用し、使い心地の良い商品を開発し、女性の健康と美しさに貢献したいと思っています。皆さんこんにちは。ベトナム出身のローテ・フォンと申します。将来言語研究者として活躍しながら日本語教師の道に進むつもりです。単に日本語を知るだけでなく、自分の言語学習経験や日本文化、日本社会ならではの特徴も学生に伝えることができたら幸いと考えています。また日本語を研究しながら日本人向けベトナム語テキストを作成することも人生のミッションとして設定しています。今後日本にいてもベトナムに帰っても自分の力で両国関係に貢献できればと思います。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、ジョン・ボンジュンと申します。私の夢は人ごとで整理しますと、社会や人々に役に立つような IT 技術を活用して企業を起こすことです。ベンチャー企業を起こしたくて、背景もこのようにスタートアップと書かれているものにしました。自分の専攻は先ほど言いましたように IT 技術、その中でも人工知能に特化しています。そのような技術は最近いろんな分野に応用されており、人々の生き方を豊かにしてくれています。そこで私は IT 技術を活用した自分だけのアイディアで起業を起こしたいと思っていまして、起業するまで様々な経験を積むように努力したいと思っています。ご清聴ありがとうございました。私の夢は大学の教授になることです。中国の大学に帰っても農学と生命科学の研究を続けたいと考えております。そして多くの人に教えたいです。まだ意義のある研究成果が得られることを目標としています。そして中国の大学と日本企業の間の交流を促進することにも励みたいと考えています。これらの理想や希望を実現するのは難しいと思いますが、最善を尽くします。まさに四案ができることから始めると言っているように、目標と理想を実現するために全力を尽くしたいと思います。皆さんこんにちは。私はエン・イーと申します。私には自らの力で多くの人をサポートするという夢があります。それを実現するためには、将来私は金融業界に就職したいと思います。 OBOG 訪問をきっかけに金融業界に興味を持ちました。また金融はどの国でも経済活動や人間生活の根幹となっていると考えています。したがって将来
私は金融業界において、世界中に多様化するニーズに合わせた提案をすることで社会に貢献したいと思います。夢を叶えるためには、今はコミュニケーションスキルや自分の専門能力をさらに高めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。ジョージ・ユーと申します。私の夢はエンジニアとして金融機関のビジネス効率を上げることです。学生時代に尽力した投資銀行のインターンシップでは、取引のリスクやその先にある会計手続きの煩雑さに 目が止まりました。データを伝送、そして処理するスピードが速くなるとともに、移動アプリなどの進歩で日常生活が便利になりました。これからは金融機関でも使える IT 技術によって、多くの操作を機械化、便利化、そして手続き証明書などの安全性、正確性のより良いアプリ開発に関わりたいと思います。リスクを未然に回避する技術を向上させることが私の夢です。以上です。こんにちは。はじめまして。新領域創生科学研究科、修士1年のケルビン・ダと申します。暖かい国であるインドネシアから参りました。小さい頃、経済発展で、私の出身地の自然豊かさが失われました。それがきっかけで、私は環境学の教授になるという夢を持っております。環境教育を通じて、環境に対する人々の考え方を改善することで、環境問題、経済問題、社会問題なしの持続可能な社会の実現を目指しております。また、教授として、環境に関心を持つ将来のグローバルリーダーを育てていきたいと考えております。何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。こんにちは。私はナタ生徒です。タイから来ました。私の夢は知識を深め、博士号を取得することです。世界中を旅して異文化を観察し学びたいと思います。さらに私の最終目標は、タイを発展させ、日本のような先進国にすることです。私はタイの人口の生活の質を向上させ、不平等をなくしたいと考えています。よろしくお願いします。こんにちは。韓国出身のイーノと申します。私の夢は高い専門性を持ったデータアナリストになることです。データは客観的である数値として社会現象を表現します。そのため、データ分析の能力を持つ人材は、国籍などの制約を超えて社会問題への解決案が提示できます。私はこのことに大変魅力を感じ、データアナリストの夢を持つようになりました。そのため、大学院課程を通じてデータサイエンスやAI に関する専門性を身につけようと心がけております。そして私はデータ分析を通じて国籍や人種を乗り越えた問題解決を導ける人材になりたいと思います。ベトナム出身のマイと申します。私の夢はグローバルな舞台で活躍することです。3年前に日本に交換留学をした時、国際交流の素晴らしさに感銘を受けてこの夢を持つきっかけになりました。コロナ後の国際経済復興や企業の海外進出を支えてグローバルビジネスの架け橋になりたいと考えています。将来文化や言語の違いを乗り越えてより多くの人々をつなぐ役割を担っていけるように日々努力を重ねていきたいと思っています。両人心と申します。将来は社会責任を持っている起業家となりたいです。そのきっかけとなるのは、大学時代にテレビで学費が支払えない貧乏学生に関するドキュメンタリー映画を見たのです。世の中にこういう厳しい状況にいた学生がいるのは知っていますけど、彼らの困難に出会っても、努力して立派な人間に成長していきたいという本音を聞き出すのは初めてです。本当にショックを受けました。ですから、あの時からは将来、助けを必要としている人に力を貸して、困難から逃れるようにしてみたいと思います。
私の座右の銘をこちらに書いてあるように、修すればすなわち一人その身を良くし、発すればすなわちかねて変化を良くするとなります。以上です。皆さんこんにちは。韓国出身のユン・ヒヨンと申します。よろしくお願いします。私の夢は持続可能な SDGs の教育の目標を実現することです。なぜなら教育を通して世界が抱える数多くの課題の解決に貢献したいからです。世界中では質の高い教育を受けられないことで貧困に苦しんだり、生きられはずの子供が死んでしまったり、無理やりに結婚させられたりすることが今も起こり続けています。今質の高い教育が受けられない国や地域に教育を届け、世界中の人々の幸せに少しでも貢献できることを私の夢です。私はレイフアンと申します。ベトナムのハノイ出身です。大学のアジア太平洋研究科修士課程1年生です。私は留学生として5年前来日いたしました。私の将来の夢は研究者になることです。日本の移民問題について研究することで、日本の移民問題の解決策を見つけることができるだろうと考えております。日本と他国の人材の架け橋を強化したいと思っております。来日する外国人は日本で簡単に生活できるように願っております。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。中国からの留学生で楊正元と申します。私の将来の夢は2つあります。まず1つ目は仕事について IT× 社会課題の解決に携わって社会の変革を起こす職場員になりたいです。そして2つ目についてはプライベート上 NPO 組織を立ち上げたいです。まず1つ目については、私は現在 IT 企業を中心に就職活動を行っています。その中特に日本の自動車産業のデジタル化課題を支えていきたいなと考えております。そして2つ目については、新型コロナウイルスが感染拡大されて以来、社会に対して私のできることを改めて考えて、新たに子ども関係の NPO 組織でボランティア活動を始めました。誰かの笑顔のために行動することから大きな使命感を感じています。私は将来このような子どもを支援する NPO 組織を創立したいなと考えております。以上です。ありがとうございました。皆さんこんにちは。そしてはじめまして、インドネシア出身のナイジェルと言います。夢というより今もやって一生やり続けたいことがあります。それは世界各地に巡ってそこの料理を食べることです。日本に留学してから、いろいろな人とさまざまな文化に出会うことができましたが、まだまだこの世界にある文化、そして人のことをもっと知りたくて、せめてみんなの料理を食べてみたい、そう思ってみんなが作って食べて育ったものを通じて世界の文化についての知識を深めたいです。だから腐った肉でも牛でもこの熊鍋でも何でもどんどこいです。何だって挑戦してみますから。私の名前は朝鮮チョンです。私の夢は人々の生活を向上させると助けることです。世界特に私の国であるミャンマーでは改善すべきことがたくさんあると思います。ミャンマーでは政策改革の観点から人々の基本的なニーズを消えるプロジェクトを立ち上げたいと思います。ありがとうございます。はじめまして、マイです。私の夢はふるさとでの、外国語の交流センターを作ることです。私が生まれたところには子どもたちは9歳から18歳まで英語を勉強しますが、その長い期間で外国人とのコミュニケーションがほとんどありません。だから私のできる限りで交流センターを作って、あそこで外国人はもっと、地方の生活を分かることができて、逆に子どもたちは外国人とのコミュニケーションに通じて、英語の能力を伸ばすことができるかと思います。はい、以上です。サプラサートナリンポンと申します。
私は法律家なりに国が守れない人たちを助けたいという夢があります。具体的に申し上げますと、経済的に困窮している人たちの訴訟から国の対応に苦しんでいる人たちの問題とかですね、19年間学校行っても社会人としての基本的なことさえわからない無駄な教育とか、もうすぐ2022年なのに同性婚がまだ認められていない問題とか、性犯罪より不敬罪の方が懲役年数が短い問題とか、政治的に権限がある人たちが無視していたことまでいつか国会議員として解決したいと思います。シュシュアオと申します。私は中国出身で、今の大学学ぶ2年間は農業分野の研究専門します。中国にも好きな研究している研究者が多くいるため、中国と日本の知識の架け橋となり、アジアの知識の活躍していたいの考えています。今年はコロナウイルスの再開で知識の復興支援のため、大学で学ぶの農業の関わる知識の試験的生かしたいと考えています。この夢を叶えるのために私は頑張りたいです。ありがとうございます。シナと申します。私の夢は IT コンサルタントとして物流業界の変革をもたらすことです。なぜならば、現在グローバル化やイコマースが発展している中で、世界中において取引が増え続けて、物流の需要性も日々大きくなると思います。また今日本の少子高齢化が進んでいるので、物流業界での人手不足問題がますます深刻になって、この背景の中で物流業界に変革をもたらすことにすごくやりがいを感じています。将来私は自分の専門性と語学力を活かして、日本などの先進国だけではなく途上国にも力を尽くして、物流業界の変革を通じてより多くの人を幸せにしたいです。私は天原くる論破君と申します。私の夢は人生についての夢と社会貢献についての夢に分けられます。まず人生についての夢は、家族と過ごす時間を優先した生活を送ることです。具体的に残業を減らし、結婚し、自分の好きなものを語りすることよりも家族との時間を多く取るように心がけたいです。次に社会貢献についての夢は、科学技術の力で自然環境を守ることです。具体的に環境への負荷が低いような精密農業の技術を開発したいです。両方の夢を叶える一方として、たくさんの本を読んでいます。韓国出身のキム・ジョンタクと申します。私は2年間の日本語学校生活の後、神戸大学経営学部に進学し、今現在2年生です。日本語学校の頃には高い志もなく、良い大学に進学することを目指していました。そして大学に入ってから会計学、そして経営学に出会いました。その中で特に夢を持つきっかけとなったのは簿記の授業でした。簿記2級から始めましたが、とても面白くて、その分野をもっと極めたいと思いました。それから私の夢は公認会計士になることになりました。そしてこの夢を実現するために入学年から予備校に登録し、今でも受講しています。また簿記などといった会計資格の取得にも力を入れております。将来は会計のプロフェッショナルとなり、企業や利害関係者ともにウィンウィンする共生関係を構築していきたいです。こんにちは、レンカリナです。皆さん、ハラルという言葉ご存知ですか？ハラルとはイスラム教徒が安心して口にすることができる食品に貼るマークのことです。私はハラル商品を日本で開発したいという夢があります。日本に来たばかりの時、ハラル商品をなかなか手に入れることができなくて困ったことがあります。私はその時不安でしかなかったです。私はイスラム教徒のために住みやすい日本を作りたいです。もっと多くのイスラム国から日本に来てほしいと思っております。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。ウェンブクアナインです。私の夢は将来にマーケティングに
関わる仕事を担当したいので、日本で美容マーケティング株式会社に就職を希望しています。そして会社だけではなく、社会にも貢献できる仕事をしたいです。また、4年間で学んだ知識と磨いたスキルを活かせて成長できて、良い人生を送るという願いを持っています。毎回振り返るときに後悔せずにたくさんのことができて、充実な生活ができるように毎日頑張っています。これからどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ゴーテンナンダーと申します。私の夢は日本で観光とホテル業界で働くことです。現在、母国ミャンマーはクーデターで経済教育が低くなっています。クーデターが終わった後、日本で働きたいと思っている人が何人もいます。その人たちのため、私が役に立ちたいです。私たちイーオンスコラシップ奨学生が日本と祖国の架け橋になるよう、イーオン 1% クラブの皆さんが期待されていることがわかります。それが私の夢と同じです。卒業後、イーオンコンパスで働きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、私はウィヌ・テンです。現在の目標は、卒業後、大学で得た情報技術の強みを生かすため、イオンアビスで働くことです。そして、会社の行動技術と自分の能力と、日本の生活の水準を新たなレベルに引き上げたいんです。そして仕事をしながら勉強することで、もう一つの夢を作りたいんです。その夢は、将来動物保護施設を開くことです。将来、自分の夢を実現するために全力で頑張りたいと思います。ありがとうございます。キム・ビソトと申します。私の夢はサービス業に携わる仕事に就きたいと思っています。きっかけは私が初めて日本のスーパーに行った時のことです。スーパーで働いていた店員さんが笑顔で明るく接客をしていて、それに対してお客さんも笑顔で買い物をしているのを見た私は、私もこんな人になりたい、お客さんを笑顔でいっぱいにしたいと思ったからです。人に喜んでもらうのが好きですから、笑顔になってもらえるとやりがいを感じるものです。将来はサービス業の仕事をしたいと考えています。これからもよろしくお願いいたします。私の名前はティム・サンタルと申します。私の夢は商品開発とより良い世界貿易システムを作りたいです。生活の中に人々の要求を満たすことができるとしたら、人を幸せにすることができると私が思います。そして自分も楽しい未来を手に入れ、幸せになるために商品を買っていただきたいです。これから貿易の仕事には、国内国外を問わず、多種多様な人と関わる仕事なので、日常生活にコミュニケーションスキルをアップすることを身につけたいです。私は精一杯できることを社会に貢献していきたいと考えており、将来はイオン株式会社で就職できたら嬉しいです。以上です。アブリアナ・エルケ・チャイルと申します。私の夢は何かと言いますと、有害な藻類の大量発生に対して効果的な検出する方法を実現することです。毎年、有害な藻類の大量発生によって、魚介類を死なせる上で、漁業に対して大きな被害を与えます。ですので、この問題を解決するために、私は今、精一杯で、その検出する方法を研究しています。今後とも、漁業と自然環境のために役に立ちたいと思いながら、自分の夢を叶えていきたいと思います。はじめまして、大学院では芸術工学を専攻しております。修士1年生のリュウリーチーと申します。私は韓国の出身ですが、学部では中国の清華大学で卒業しました。小さい頃からグローバル環境で育った私の夢は、
日本、韓国、中国のみならず世界を舞台として活躍することです。特に日本におけるグローバル企業の商品を世界に伝える PR 業務に強い興味を感じています。国籍、年齢、性別を問わず人の心を動かす広告を作りたいと思います。九州大学で勉強している社会学とデザイン思考を生かし、今後とも夢を実現するため頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。キュウテイユです。将軍になりたくない兵士は、いい兵士になれない。その通り、夢がない人生は人生ではない。小さい頃、田舎で生まれた私は、ドラマのようなオフィスレディになろうと思いました。中学生になって、物理の魅力を感じて、立派な研究員になってもいいじゃないかと思いました。大学に入ってから、趣味で日本語を勉強するのがきっかけとなって、3年前に最先端技術を学びために日本に来ました。今は、味を評価する味覚センサーを開発しています。将来は、エンジニアとして世界中の人により美味しい味を届けるため、食品業界で活躍したいと思います。皆さん、こんにちは。ズルフィ・アラシド・ゴウタマと申します。私の夢は、母国インドネシアで、持続可能なエネルギーシステムを構築することです。現在世界は二酸化炭素の大量排出で、温暖化による気候変動の影響が大変ひどくなっています。二酸化炭素を排出しない、持続可能なエネルギーシステムを実現できれば、エネルギーのカーボンニュートラル化に寄与できます。このような技術を開発し、世の中に広めることで、地球環境の保全に寄与したい。これが私の夢です。ありがとうございます。トリスカワラナと申します。私の夢は森林に関わる仕事をしながら地域と協力し、森における生物多様性と生態系サービスを保全したいと考えております。インドネシアでは広大な面積の熱帯林があるにもかかわらず、近代世界で2番目に森林減少面積が大きい国となっていることが現状です。森林伐採や生物多様性に消失の主な原因は、環境保護に公平に理解されていることです。この問題に対処するには、さまざまな利害関係者による環境評価水準を理解する必要があると信じています。そのため、卒業業、木材貿易業や農林水産業に関わる仕事を経験して、その経験を通じて民間企業や生産者、または消費者の考え方も理解して、地域における環境保全活動に貢献してしたいと考えております。新規認定者の皆様、スピーチをありがとうございました。将来の夢が実現しますように頑張りましょう。さて、ここで各国大使館の代表者の方々からお祝いのメッセージをいただいておりますので、VTR でご紹介いたします。皆様、こんにちは。Dear participants, Jumrib Suo.I have a great pleasure to deliver a short message at the Yon Scholarship Granting Ceremony. I wish to thank the organizer for holding this event under the current circumstances posed by COVID-19. I also wish to warmly congratulate to all new awardees of Yon Scholarship, among them two Cambodians, who will make their speeches about my dream at this important gathering.Yon 1% Club Foundation has granted scholarship to more than 7,000 university students from Asian countries since 2006. This is the great number. The figure manifests an unwavering commitment of the foundation to capacity building and human resources development. This contribution is in line with one of the four priorities of the government of Cambodia, which are people, road, water, and electricity.It is worth noting that the Yon Group does not only provide good services to its customer, but it engages in humanitarian activity, which deserves a big round of applause. The foundation could serve as a role model for other private sector to follow suit. In this respect, I wish
to highly commend the foundation for its contribution to the community of diversity. To conclude, I wish everyone here good health, greater success, and prosperity. どうもありがとうございます。日本ワンパーセントクラブの皆様、小学生の皆様、こんにちは。本日、2021年、日本スカラシップ認定証授与式は、オンラインで開催され、中国を含む59名のアジア諸国の大学生が、新たなイオン小学生に認定されたことに対し、中国大使館を代表いたしましてお祝いを申し上げます。皆さん、おめでとうございます。先日、中国は共産党成立100周年を迎えました。100年の歴史を鏡として、我々は未来を切り開くことができます。その未来はまさに若い皆さんに託され、希望が皆さんに寄せられています。コロナと戦いながら留学生活に頑張ってきました学生たちは、本日の授与式を契機として、留学を決めた当時の初心と夢を振り返り、自分なりの信念と精神を強め、この恵まれる時代を大切に、しっかりと勉学に励み、祖国の期待に応え、未来への責任を果たし、さらには中日友好の架け橋になるよう、より一層頑張ってもらいたいと存じます。中国大使館は引き続き日本側の皆様と協力し、さまざまな交流活動を通じて、若者同士の相互理解と友好感情を深める努力をしていきます。最後に、イオンワンパーセントクラブのますますのご発展、そして留学生の皆さんのますますのご成長をお祈り申し上げます。どうもありがとうございました。Good morning, selamat pagi, minasang, ohayo gozaimasu. Let me begin by expressing our sincere and deep appreciation to Ion 1% Club Foundation for granting scholarship to students from various countries in Asia since 2006. I'm also very pleased to note that every year, Indonesian students are among the recipients of the Ion scholarship. This year, there are 12. Congratulations to all of you. The Ion 1% Club Foundation recipient, please consider this award as a personal achievement. We understand that many students have applied for the scholarship, but not all have been awarded. Therefore, I do hope that all of you will study hard, learn Japanese language, adapt well to a Japanese culture, and really enjoy your time in this wonderful country. It is important also that you complete your program on time and contribute to the development of Indonesia in the future. I am very delighted to take part and witness your success story. Please use this opportunity as the jumping pad for your respective future careers. Kindly accept my heartiest congratulations. Good luck. Kambate kudasai. Thank you. Dear Aeon scholars, konnichiwa. Firstly, allow me to thank the Aeon Club Foundation for providing this platform where I'm able to speak to you through this video message. I trust the congratulations are in order for all the students who have been selected and granted this scholarship by the Aeon Club. A special mention to all our Malaysian students as well on this milestone. I believe a total commitment to excellence is paramount to reaching the ultimate in performance. Thus, I hope all students can give their commitment to this program and do your best to acquire knowledge and skills as you prepare yourself for the future. As you embark on your journey here, apart from the academics, I hope that all of you, through your daily interactions, will be able to immerse yourself in the Japanese culture, as well as to learn the cultures of students from other countries. For our Malaysian students, make the most of this journey and know that all of you are ambassadors for Malaysia.
promoting leisure, promoting goodwill, and become the bridge to strengthen the strong ties between Malaysia and Japan, as well as between Malaysians and students from the other countries. On that note, once again, congratulations to all of you and my best wishes for your future endeavor in life. Arigatou gozaimashita. サディカップ2021年イオンスカラーシップ認定証授与式にご出席の皆様、イオン 1% クラブ財団の皆様、オンラインで参加しているスカラーシップ小学生の皆様、こんにちは。本日はビデオメッセージを送る機会をいただきまして誠にありがとうございます。スカラーシップ生の皆さん、この度は認定おめでとうございます。イオンスカラーシップは日本と母国の架け橋となって活躍をしてほしいとの願いから始まった私費留学生を対象とした奨学金です。経済的支援だけでなく、さまざまな形でのサポートもあり、皆さんが日本で真剣に勉強に取り組む環境が提供されます。イオン 1% クラブ財団には対人留学生を継続的に支援してくださり、心より感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大によって学生生活が通常通りではないかもしれません。それでも現在の状況に柔軟に対応し、積極的に留学生活を送ることを願っています。タイのスカラシップ小学生の皆さん、日本とタイの絆をより深めるため、タイの代表であることを自覚し、感謝の気持ちを忘れずに日本での生活を満喫してください。Kính thưa ngài Mori Yoshiki, chủ tịch quỹ Ion 1%, thân chào các bạn sinh viên, minasan konnichiwa. Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng ngài Mori Yoshiki được bầu vào cương vị chủ tịch quỹ Ion 1%. Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các bạn sinh viên vinh dự được nhận học bổng ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn và đánh giá cao việc tổ chức lễ trao học bổng. Thưa quý vị khách quý, tập đoàn Ion cùng quỹ Ion 1% đã có những đóng góp không ngừng nghỉ cho tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa nhân dân hai nước. Tại Việt Nam, tập đoàn Ion đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các sản phẩm của Ion như các trung tâm thương mại Ion Mall, các cửa hàng mini stop hay các sản phẩm chất lượng Nhật Bản với thương hiệu Top Value đã thân quen với người Việt Nam. Tôi đánh giá cao tập đoàn Ion vừa qua đã đóng góp 25 tỷ đồng Việt Nam vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Tôi mong rằng các em sinh viên vinh dự nhận học bổng của Ion ngày hôm nay sẽ chăm chỉ học tập, kiến thức, các kỹ năng, tích cực tìm hiểu văn hóa truyền thống, phương thức làm việc của nhân dân Nhật Bản. Tôi tin tưởng rằng các em sẽ trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sẽ trở thành những đại sứ nhân dân, kết nối tri thức văn hóa, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi xin chúc các em thành công, chúc quỹ Ion 1% và tập đoàn Ion ngày càng phát triển. Arigato gozaimashita. 안녕하십니까? 대한민국 대사관 김용길 공사입니다. 올해 이혼 장학회에 선발된 유학생 여러분, 진심으로 축하드립니다. 장학생 여러분, 여러분은 모국을 떠나 이곳 일본에서 새로운 도전을 시작하였습니다. 여러분의 소중한 꿈을 응원하겠습니다. 이온 장학회에서는 2006년부터 약 7,400여 명의 유학생들에게 장학금을 지원해 온 것으로 알고 있습니다. 앞으로도 이온 장학회가 세계의 평화와 인류의 발전을 선도해 나갈 훌륭한 인재들을 육성하는 최고의 장학단체로 발전해 나가길 기대합니다. 아울러 한국에서 일본 유학을 선택하고 장학생으로 선발된 정범준, 이인호, 윤희연, 양성춘, 김정탁, 유리진님께 각별한 축하의 인사를 드립니다. 各国大使館の皆様、誠にありがとうございました。続きまして、昨年から認定を受けている学生の代表者から一言メッセージをいただきたいと思います。上智大学ランダ・デラネーラ・アドブイナさん。ランダさん。はい。ご準備はよろしいでしょうか？はい。ではよろしくお願いいたします。はい。
じゃあ皆さんこんにちは。イオンの奨学金をいただき人生が変わりました。授与式やセミナーに参加する機会を与えられ、さまざまな大学や国の学生、卒業生と出会うことができました。他の学生の生活や勉強について、また卒業後の生活についてお話を聞くことができ、それは私の視野を広げ、卒業後の人生について刺激を与えてくれました。国際交流事業のお手伝いを年であった友人たちとは今でも連絡を取り合っています。研究や就職活動について一緒に助け合ったりしています。このような小さなコミュニティからのサポートは、現在のコロナウイルスの状況で、孤独を感じる私にとって家族が増えたように感じられます。奨学金のおかげで卒業研究に専念することもできました。卒業後はインドネシアに戻って、日本とインドネシアの貿易をサポートするような企業に就職したいと思っています。新規生の皆さんもここで出会う仲間と積極的に交流してみてください。日本での留学生活を実りあるものにしましょう。ありがとうございます。ランダさん、ありがとうございました。では最後になりますが、皆様全員で記念写真としてスクリーンショットを撮りたいと思います。新規認定者の皆様は認定証を持ってください。ご参加の皆様はどうぞカメラをオンにして写真にお入りください。マスクをつけていらっしゃる方が恐れ入りますが、一旦マスクを外していただけますか。ご準備はよろしいでしょうか。それでは皆さん笑顔で1たす1は2、そのままキープしてください。はい、もう1枚お願いいたします。皆様笑顔で1たす1は2。はい、ありがとうございました。以上をもちまして、イオンスカラシップ認定証授与式を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。